つけるような格好です。藤谷が初戦は山原につけての戦いでした。あとは6番の姿が最高峰という位置になりました。さあ、5番の山原が現在3番手の位置、それからフランスのマチルド・グロが現在のところは5番手となっています。3番マシモがこのまま昨日同様に逃げていくのか、うまくかけたいところ。1番中島もチャンスを伺っております。出しを迎えました。姿あたりが一旦切るか、前に出ます。山原も前に前に踏んでいきます。さあ山原、初戦は慎重な走りでしたが、ここは思い切ってかけますか。マチルド・グロがさあ追い上げるような格好で狙っています。一旦ここは車を下ろしますか。外外を回りました。さあこのまま行きます。さあ4番のマチルド・グロがまくる。これに乗るのは2番の藤谷、前で構えた5番山原、合わせきれないか。さあマチルド・グロが山原をねじ伏せました。あとは2着争いが焦点になりそう。今日も快勝4番のマチルド。あとは2着争い、5番3番3番5番。